ラーメン三等家は、株式会社、アブアウトが経営するラーメン店チェーンである。本店を、発祥地である北海道旭川市に置き、日本国内のほか北米や東南アジアを中心に店舗を展開している。店名は、廃人、種田三等家に由来し、開業した3月10日との語呂合わせにもなっている。当初は、 旭川市にて1988年3月10日、北海道江差市群歌登町出身の畑中、ひとしが個人経営のラーメン店として開業した。旭川ラーメンでは醤油味を中心とする店が多かった当時、塩味ベースの豚骨ラーメンを主力とした。1990年代初頭の種ネ三等化ブームにも乗って奇妙な名前で、いつも、 満席のラーメン店として、マスコミで取り上げられるようになり、人気に火がついた。その後、1994年に、エビス店を開業して、東京に進出。折からの朝日川ラーメンブームに乗り急成長を遂げた。1999年に有限会社に、2001年に、株式会社へそれぞれ改装。日本国内外に他店舗を展開するほか 朝日川ラーメン村にも出店している。また、日清食品との大アップで、同ブランドのカップラーメンを開発、2001年にセブンイレブンの有名ラーメン店シリーズの一つとして発売された。2003年に海外発進出した香港では、店が軌道に乗ったと判断して、日本人スタッフを引き上げたところ接客や味の質が落ちてしまい2年未満で閉店。 以後は直営化、フランチャイズ契約相手を厳選する方針を取っている。最盛期に50店以上あった日本国内の店舗は、2020年8月時点で14店に減っている。日本国外では、北米や東南アジアの9カ国、地域に49店を展開し、店舗利上げ高66億円の8割を国外が占める。塩ラーメン、ありがとうございます。